でっかい焼きそばベッド。パッと見た感じ、そんな大きくないように見えますけど、この焼きそば弁当は、そこがすごいの。というわけで今回はこのまるちゃんから出てます、北海道限定と言われているものの、たまにドンキとかで見かける焼きそば弁当。これをでっかいバージョン食っていこうかなと思うんですけども、このね、ジャンキーなものをそのまま言ったら、ちょっと栄養面が心配。ということで、今回、肉とか野菜とかそういったものを炒め合わせたものを上にトッピングした、トッピング増し増しでっかい焼きそば弁当を作りたいと思います。焼きそば弁当特徴といえばこのねついてくる中華スープ、お湯を加えてその麺を湯切りしてる時のお湯で粉末スープ溶かして飲むってやつなんですけども、先に言います、今回スープは飲みません。理由は後ほど。まず熱したフライパンにラード、これをニュッて垂らして、そこにお肉投入。もうね、肉にラードをまとわす瞬間が一番テンション上がる。で、色はまだ変わりきってませんが、白菜ね、火が通りにくいんでも先加えちゃいます。自分はシャキシャキよりかはくったくたなね野菜が好きなんで、もうガンガン火入れしていきます。で、さらに玉ねぎ、本当は彩りとして人参も加えたかったんですけど、まあこういう色合いの方がなんかリアルでしょう。そんなわけである程度火が通ってきたところで味付けをするんですけども、ここでこちらを使います。付属の粉末スープ、これが野菜炒めの味付けじゃない。はい、というわけでトッピングの野菜炒め完成。そしてこちらにですね、通常通り作りました焼きそば弁当の焼きそばの部分ですね、いやスープが弁当っていう意味ではないですけど、この出来上がった焼きそばに先ほどの野菜炒めをわーっと乗っけていきまして、でこれだけではありません。周りに揚げ玉、これをわっさーとかけまして、で真ん中のくぼみに卵黄をドーンと乗っけて、付属のふりかけたらしいの少しだけ余らせてたソースを上から追いがけしまして完成です。はい、こちらトッピング増し増しでっかい焼きそば弁当になります。いや、改めて持つとね、やっぱ底が厚いからもう手に持ってわかるずっしりとした重量感。そんなわけでこれをざっくりと混ぜ合わせて実食。逆に聞きますけど、どこにまずい要素がありますか。まあ一見ね、麺にはがっつりソースの味付けして、で野菜炒めには付属のスープのそのなんて言うんでしょう、なんかこう出汁を効かせたコンソメ的な味付けのやつで、それぞれ味は違うんですけど、でもまあ普段焼きそば弁当を食べる際は焼きそばとスープをまあ交互にいただくわけじゃないですか。両方とも親しみ慣れた味なんで、両方合わさっても違和感ないっていうか、なんならもういい具合に混ざり合って、そんで野菜とか肉とかの旨みを絡みついてね、絶妙なバランスなんですよ。でここに時折天かすのサクサクな感じが加わったりすると、食べててもね非常に飽きないっていう、まあ今回焼きそば弁当スープを一緒に飲まないっていうね、非常に冒涜的な行為を行ってると思いますけど、一回ねこのスープを別の料理と合わせてこう焼きそばと一緒に召し上がってほしいですね。皆さん見てる以上にこういい具合に混ざり合いますから、ぜひと皆さん試してみてください。